こんにちは、僕です。ゴッドコータンです。今回はポケモンたちが世界中にはびこるマインクラフト、コータとポケモンサバイバルやっていきたいと思います。ポケモンさんは一度死んだらお墓に埋葬させていただきたいと思います。そんでもって、今回は伝説のポケモンを捕まえるために自身のパーティーをレベルアップさせていこうかなというふうに思っているんだ。残念なことに、今の僕の手持ちじゃさ、伝説のポケモンに歯が当たらないんだよね。一体一体のビジュアルは神がかっているけれども、これじゃ戦えないよ君たち。だいたい電気タイプに効果抜群が多すぎ。ということで今回は全員のレベルを均一にレベルアップさせるためのアイテムである学習装置を作っていこうと思うよ。レシピはこんな感じ。鉄のヘルメットにラピスラズリ、鉄にアメジスト。まあ別にそんな重い素材で作られるわけではないみたいだ。はい、作った。で、これさ、どうやって使うの？学習装置をお前に渡す。よし。これでグソクムジャさんに学習装置を渡した。そんでもって僕このグソクムジャさんの名前をつけてなかったので、つけてあげたいと思いますね。お前の名前は今日からデュビアだ。デュビアっていうのは爬虫類や両生類用に売られている昆虫ですね。まあわかりやすく言うと装飾用のゴキブリです。バッチいいもんじゃないよ。見た目がマジでわらじ虫だから。だからこいつの名前としてはちょうどいいんですよ。でもって持ち物持って、さあ行こう。伝説のポケモンとかもついでに捕まえたいと思ってるんだ。まあ、レベルが低い奴がいたらな、伝説のポケモンを捕まえることができたら、ゴッドコーダのシリーズは最終回を迎えるっていう目標ではあったからな。じゃあ、まずこっち側に行こう。うちのポケモンたちは水属性のポケモンが多いから、水属性のポケモンの上に乗っかってしまえば、簡単に大海原に旅を出ることができる。じゃあ、何かしら面白そうなやつがあるまでカットしておきましょうか。夜になりました。今のところ面白げのあるバイオームとか、そういった類のものはなかったので、とりあえず近くにあるこのポケモンセンターの中に駆け込みたいと思います。こんにちは。おーい、マジかてめえ。無職かよ、つまらねえの。なんかよこせってんだ。でもって探索中に調べたことなんだけれどもね。僕がデュビアに持たせたこの学習装置ってアイテム。本家ポケモンだったら自分が持つことによって手持ちのポケモンみんなが経験値を得ることができるってアイテムなんだけど、このモッドでの学習装置は、戦闘に出なくっても経験値得れるよってタイプのアイテムらしい。だから得をするのはデュビアだけだったっぽいね。戦闘にデュビアを置くと学習装置の意味がないってことが分かった。どうせだったらレベルアップを控えているこいつと、あ、違うな。ジェルジェルを最初に置いてあげようか。よーし。ねえ、おはよう。こいつって色違い？ねえ、こいつって色違い？なんか模様が、まがまがしいな。レベルは28ってそんな高くないし、ポケモンとしても弱っちいバタフライだけど、色が違うよな。バタフリーってこんな色してないもんね。もしかしたらこいつは色違いかもしんないから一応捕まえておこうか。捕まえたら捕獲用意になるかもしれないしな。痺れゴナって言って相手のこと痺れさせて動きを鈍くさせる技を覚えるんだ、この子。だからそいつを覚えさせてしまえば、この子に野生のポケモンを痺れさせて捕獲しやすくすることができるっていう、なかなか便利な、おお、戦い方ができるって話だ。じゃあよろしくな。じゃあよろしく。よーし。さあ、捕まって。ありがとう、バタフリー。そして、ジェルジェルはレベルが31に上がった。偉いぞ、ジェルジェル。じゃあ、バタフリーさんを見てみようかな。こちらの、この中にいるはずです。いました。正直ね、この子、アイスエイジ、先に酔ったノリで捕まえたけどさ、正直言ってあんまり好きじゃないんだよね。あ。くそ。あ、ダメだ。スマホロトム越しじゃ、ポケモンの移動ができないのか。さっきのポケモンセンターにやってきたよ。よし、交換だ。ついでにポケモンセンターのこのボックスを僕もらっちゃうね。ありがとう。でもって、お前の名前を考えてやるぞ。バタフリー、変な模様してるから、お前の名前は今日から、ルイーズ・ブルジュアだ。なんでこの名前にしたかというと、この前ナッシーと一緒に東京に行った時にね、このルイーズ・ブルジュアっていう芸術家さんのね、展示会みたいのが行われていたんですよ。で、そこをナッシーと一緒に回って、不思議な世界観だったので、印象に残ってるんだ。雲っていう作品がやたらと多かったんだよね。あの人すっごい雲ばっか作ってんの。雲か、もしくは母親を連想とするオブジェ、もしくは家族とか愛とか、そういった類のものを連想とする少し生々しくも愛情たっぷりな作品をたくさん作っている、そんな人だったな。世界観が統一されていて、見ていてとても楽しかったのを覚えている。僕も個展を開くとしたら、デタラメに自分が作りたいものばっか作るんじゃなくって、統一された軸を元に作品を作ってた方が、作品に深みが生まれるんじゃないかなっていう風に思ったよ。ということで、このバタフリの名前は、ルイーズ・ブルジュアだ。
どうせだったら雲系のポケモンの名前にするべきだったかな。ブルジュアさんの作品も雲系の作品多かったし、まあでも模様が独特だから長寿でいいや。むむ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 む、謎の草。おいバカ、ちょっとこいつは欲しい。謎の草僕大好きなんだよ。まあ正確に言うとこいつの一個進化した後の臭い花っていうポケモンが好きだよね。すんごい下品な顔してるの。そのポケモンがものすごく可愛らしくってさ。ということで、うちの手持ちと交換しましょう。謎の草。臭い花にレベルアップするにはレベル28だそうだ。で、正直僕、ササミエビフライのこと、そんなに好きじゃないんだよね。違うな。ゴンブと足の助お前だな。正直お前のことは使いにくいと思ってた。やっぱこっちだね。草タイプにガリーよ。よろしく。でもって、お前はレベル31だろ？進化できるんだ。しゃあ、来たー！僕、臭い花より先に絶対進化させてやらない。なぜかって？もうこの姿が完璧だからだ。見ろ、この汚い顔。すっごい可愛いんだから。ほら、可愛い。いいな、30×30 の水槽の中に赤土湿らせて、温度28度に設定した後に練り与えたら一生懸命がっつきそうな体してるよ。あ、それブラジェットガエルか。僕は臭い花止まりにさせていただこう。進化前のポケモンを使うわけだから、進化の軌跡って言って、進化前のポケモンに持たせることによって耐久力が上がるアイテムがあるんだよね。そのアイテムを持たせたいところではある。あったら、持っとこう。ってことで、僕は今ジャングルバイオームに来たんだけどね。このジャングルバイオームにはどんなポケモンがいるのかを調べてみよう。ポチッ。ウルトラレアのポケモンを調べてみた。このバイオームにはメタモンをはじめとする、まあ、御三家と呼ばれるポケモンと、それから初代の伝説のポケモン、ファイヤー、フリーザー、サンダーがスポーンするみたいだな。変わり映えのしないつまらないバイオームってことだ。何あれ、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 すごいよ。見てほら。やば、今のさ、リアクションすっげえ可愛かったわ。でもって、ゴッドコータンの目の前に現れたこの建物は一体何なんでしょうね。SCP と寄生虫サバイバルで僕が建てたの。マラカチ貴様！マップもっと入れててよかったっしょ。死亡地点はあそこらしいわ。走って取りに行くよ。てかさ、おい、ラフレシア。違った。蝶々、お前の上、乗れる。あ、飛べる！よし、行け！空飛んで！で、レッツゴーだ！遅いよ。あー、疲れちゃった。蝶々の上に乗るってのはちょっと無理があったっぽいな。仕方がない。行くわ、普通に。許せねえぜ、あのサボテン野郎。ピクシブでエッチなイラスト描かれたくせしてよ。僕はそいつのエッチなイラストで、ちゃんと使ったけどね。あいつに報復をしてやるべきかな。そうだよな。大人の怖さってやつを思い知らせる必要がありそうだ。ということで、ルイージ・ブルジュア。よろしくな。あなたが、ま、ちょ、やぶねえ。お前が戦うんだ！眠り子な痺れ子なエアスラッシュというめちゃくちゃ便利な技が揃っています。で、相手は草タイプなので、エアスラッシュ。風技を使うことによって効果抜群で倒れます。なんでお前ギリッギリで。でも、ひるんだおかげで、こいつは行動ができなかったようですね。どうせだったら捕まえておきますか。捕まえた方が得ですからね。よろしく。お前の名前は今日からピクシブでいいか？よし、完璧。え？これくれじゃん。え？これくれじゃん。マジ？これくれいるよ、これくれ。すげえ！コレクレイだ！かわいい！コレクレイはポケモンの対戦でめちゃくちゃ活躍しているサーフ号っていうポケモンの進化前のポケモンですね。かわいいですね、コレクレイさん。ちょっとどっか行くんじゃねえよ。こいつ進化させるためには、コインを1000枚集める必要があって、くっそめんどくさいらしい。けど、だから使わない。お前のこと使ったら超強いってのも分かっているし、それにお前は対戦でものすごい活躍しているポケモンというのも分かってる。けど、好みじゃない。だから倒す。悪く思うなよ。体当たりだ？ゴーストタイプに体当たりは意味ないよ。塩水である程度体力を削っておきましょうか。いい感じですね。こっからバブル光線を使って、技が低めなのでね、体力が5ぐらいになるくらいにまで削ってください。うわ、完璧！完璧な体力管理。で、モンスターボールを投げることによって、あなたはなすすべもなく、僕の手の中に収まるわけですよ。コインの名前だから、お前の名前は今日から、ああ、わかった。税金だ。じゃあ早速この建物の中に入っていきたいと思うよ。一体何が起こるのか、楽しみで仕方がないよ。そんじゃ、レッツゴーだ。行ってきまーす。はしごだ。これってさ、下の方に切り抜きやったりする？あ、意外。ピラミッドみたいな見た目してる割には何もないんですね。じゃあ、この上にはしごがあるので、早速登ってみますか。うわ、うわ、バカ、バカ、
バカバカ、危な、ハスクがいるじゃん。あれでもなんもないな。上に行けば行くほどハスクたちがどんどんいるような作りですね。はしごも自分で置き直して、でブロックを節約しましょうか。さあ屋上でもないのね。もっと上があるのか。あ、これ何、おお、コインだ。古代の硬貨、これを使うことによってコレクレイさんを進化させることができるらしいんですよ。知らんけど、確か999枚必要だったって。もう12枚集まったってことは割と集めること自体は簡単っぽいな。でブロックが、僕の環境だとね、なぜか重力に従うタイプのブロックをね、重力に従わせたらマイクラが落ちるんだよね。つまり砂ブロックを落としたらマイクラが落ちるので、上の方に行ったら、うわっうわっ、そっか、ハスクは太陽じゃ燃えないタイプだもんね。だからそうやってこういうところで平気な顔して歩くことができるのか。忘れがちな仕様ではある。よーし、ポチ、レンガか、なんもないのか。これはん、なんてこった、また捕まえることになりそうだ。じゃあ今度はバブル光線で。さっきのコレクレとは違って箱の中に入っていますね。さっき捕まえたやつは素っ裸だったけど、今回のは箱に入ってるから、こっちの方が可愛らしい。死ぬな！よーし、僕やっぱ体力管理がうまいな。ところでコレクレって捕まえたらなんかなるのかね。まあよくわからないけれども、コレクレゲットだぜ！やったに！こいつの名前は今日から、物乞いだ！だいぶポケモン捕まえることができたな。今後伝説が来た時にも対応できそうでよかったよ。で、僕なんだかんだ言って忘れてたけど、臭い花さんの名前もついてなかったね。お前の名前は今日から刺繍だ。よし。お前の名前は今日から刺繍だ。臭いってことな。ちなみにこのジエルゲルさんはですね、レベルが40になると、レベルアップするそうです。まあ、なかなかいいじゃんですか。まだ僕の好きそうなポケモンを見つけることができていないからね。で、ついでに伝説のポケモンがいそうな建物とかも全然見つけることができていない。ので、まだまだ帰るわけにはいかないのです。できればシンボラとか、カミツルギとか、フォレトスとか、カラマネロとか、そういうね、僕が好きなポケモンを捕まえたいところではある。え、待って。あっちにいるのってさ、ブルンゲルじゃないの？僕が今使ってるジェルジェルの進化後の姿じゃないの。ってことは上位互換ってこと？マジ？レベルも 41？ あへじゃあ捕まえようっと。なぜなら上位互換だからね。こっちの方が。悪いな。で、ここで捕まってくれると。ありがてえ。あ、マジで捕まってくれた。ということで、ジェルジェルとは今回でおさらばだ。お前の上位互換のポケモンをちょうど今捕まえたというか、進化後のポケモンを捕まえたんだから、わざわざ進化前のポケモンを好んで使う必要ってないよね。君にはとてもいつも感謝してるよ。ありがとう。どうしたの？そんなにかしこまって。実は君に一つ悲しいお話があるんだ。僕にとっては朗報だけれども、君にとっては悲しいお話だ。何をするの？いや、君に預けていた学習装置を返してもらおうと思ってね。え？どうして？それはね、購入者が見つかったんだよ。こっちは進化前、こっちは進化後。わざわざ進化前のポケモンを好んで使う必要はない。ということでよろしく、ブルンゲル。でっか、でっか、でっか。ということで、僕の仲間に新しくブルンゲルが捕まりましたね。名前をつけてあげよう。あなたも名前は今日からベニクラゲだ。寿命を迎えると子供の状態に戻って、で、また死にそうになったら子供の状態に戻るっていう無敵なクラゲがいるんですよ。老衰で死なないやつな。それと同じ名前をつけた。まあ、ベニっていう名前をつけたけれども、こいつ自身は赤くないんだけどね。でさ、イルクね。すごいかっこいいやつが。あいつ何？ちょっと待って、こいつ顔いいな。サボネア？ああ、どうしよう。サボネア捕まえたい。でも、お前は、ちょっと待ってろ。お前は後だ。まずは、お前だ。よろしく。ヤクデ。ヤクデか。ま、あ、いた、なんだよ、お前。空気読めよ！最悪だ！ほんとポケモンたちで空気読めない。え？小ジオ？待て。小ジオって言うと、進化したらマインクラフトみたいなやつになるような、巨ジオンってやつ。対戦でものすごい活躍してるポケモンだ。僕も巨ジオンは見た目好きなんだ。マイクラっぽくてさ。でも対戦で活躍する中ポケだったから使うのは渋ってた。でもモッドの世界だったら話は別だ。巨ジオンよろしくな。お前のこと捕まえよう。
でもって、もともと飼っていたさ、異種変人の女優互換みたいなタイプだろ、こいつ。異種変人と同じような見た目で同じタイプだけれども、全然違うんだ。ってことで、小ジオさんを捕まえた。ってなると、うちのポケモンの中でリストラを作る必要があるみたいなんだよな。ごめんね。で、進化するっぽいな、小ジオさん。進化すると、ジオズムっていうポケモンになるらしい。見てこれ。マインクラフトっぽくね。マイクラの新しいモブです。ジオズムって言われても違和感ないような見た目してて、僕結構好きなんだよな、ジオズム。ってことで、新しいポケモンたくさん捕まえることができたな。なかなかいいことだ。お前の名前は今日から SCP-043-JP 何でも食べれる調味料だ。この SCP はどういうものなのかというとですね、勝てることによって文字通り何でも食べることができるようになる調味料です。具体的に言うと、例えばバランスボールとかソファーとかそういうものにこの調味料をかけることを、自身の胃袋の中に転移するそうなんですね。それによってお腹が破裂したりだとかっていうことは起きないらしくって、でも無機物の場合は消化されないので永遠に腹の中にその異物が残る状態になってしまうっていう SCP らしいよ。なかなかに恐ろしい SCP だよな。バチルだ、クソ、バチル好き、僕バチル大好き、なぜならこいつ可愛いから。ちょっとやめて、ふざけんな、ふざけんな、やっておしまい。ジオズム、ジオズムやっておしまい、お前が倒すんだよ。よし、ありがとう。で、今のうちにちょっとどうにか、いった、ムカつくな、もういったいった、お前戻れ、ステート嫌いだ、あっち行け。どこ行ったバチル、可愛い。じゃあ捕まえるね。いやー、こいつは僕の対戦でよく使っているポケモンだ。こいつを捕まえることができたら、普通にササミエビフライと交換しようかなというふうに思っている。僕の大好きなポケモンである、電気の雲のやつ。あいつの進化前のポケモンを手に入れることができた。どうもありがとう。ということで今回はここまでだ。チャンネル登録と高評価よろしく。僕のパーティーがだいぶパワーアップしたと思っている。今後ともよろしくお願いしますね。それでは皆さん、さよなら。次の動画には、無事に家に帰ってくれていると僕は思いたい。